こちらはですね、素敵な歌声、町田千馬でございます。ありがとうございます。はい、先輩。さあ、サイレンとともに、はい、行きましょう。大学院の戦いです。はい、先発ピッチャーはもちろん天宮心。はい、もちろん肩肘の調子が本当に不安ですね。大丈夫でしょうか。もうあれだけ投げましたから。昨日だったから、はい、教育が違うんで。もう最後みたいな感じで投げてましたからね。燃え尽き症候群じゃないといいんですけども。はい、さあ、アタッカーバッターボックスには瀬谷道志郎君。大きな大きな大きな一撃一発で先手を打ったのは瀬谷道志郎君。ギョエー、この音が響いたんじゃないですか。投げすぎた。今までもあまりない、いや、二次三次甲子園でもなかなかなかった先頭打者ホームランが。ここで出ましたね。はい、すごい。チャンスを作って、鈴木まさる。投球悪くないよ。昨日のガレリアの男。ガレリアの男。はい、ピンチ発動です。冷静に取っていけ。ミートでまた狙うか。おお、答えました。答えましたね。どっちか。仲間を振り切って、おお、先制点はバーチャル関西県立。しかも合わせるのが難しいドロップカーブですよ。高めのボール球から。おばや、ちょっとガレリアも狙ってましたかね。すごいよ。感動2なんだ。あ、やばい、オカルト2。そして見てください、このミートのデカさ。4じゃなかったか。デカすぎるよ。実質 S です。対 S。 いや、でもうちのオカルトでデカすぎたら、なんか打ちどころ。おー、おー、おー、やったー、やったー、すげー、マジか。一気に試合を振り出しに戻しました。オールセレスト。ミートはデカい方が当たります。当たります、これ。そうなんですよ。それはミートはでかい方が当たるんだね。なんか言ってること違うぞ。明した。やはりね、ミートはでかい方がいいんですよ。軽くなんて捨てちまえ。そうなんです。めっちゃ違う。何か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 。あー、初球取られちゃったか。そんなセカンド走ることない。いや、しかしフレン、フレン一発狙ってんね。フレンどうだ。狙ってる。いいよ、もう狙っていけ。今日は振らされてる。おっと、ゴーキュー、まあ、いいよいいよ。これうまく当てて逃げていきます。はい、よくカットしましたよ。うん、これは、いや、これも、いや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 、ついてたね。もう任せた。うわー、粘って粘って。うわー、センターホームラン、フランスです。え、ホームラン出たね。で、発見すればいいじゃん。いいぞ。なにこの怪人。ホームラン出るバッターなんですよ、フレンは。すげー、はい、ここしっかり決める。すごい、素晴らしい当たり。よりもストレート勝負をして、はい、それをしっかり打ち返した。運動家流していいですか。2打席連続ストレートするの三振だったんで。いってらっしゃい。お、頑張れ。2回戦対左ビー。これ勝負しちゃって。怖いけど一切やばいね。いや、見たい。俺は攻めろ攻めろ、マジで。蓋しよう。いけ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 。おー、今の入ってねえんだ。振らないのか。いけ。これは逃しません。泡がせのアーティスト。いやー、ホームランです。これは強い。強すぎ。強すぎ。言ってない、言ってない。あそこ自分を肯定してるやつがいる。ベルさん、ベルさん、ベルさんです。ベルさん、これはどうなるか。ベルさん、今日はヒットがありません。そうですね、ファインプレーなるか。ベルさん、ここで打ったら本当にファインプレー。ファインプレーは本当だ。間違いないです。叫んでもファインプレー。おっと、ツーボールワンストライク。バッティングカウントになりました。待ってる。うわー、ベルマンワンナス。
勝ち越し。これでバッタ勝負ですね。はい、リムでも、はい、いきなりエグリリムです。いいね、どうなる。眼撃よ。いや、使ってるのかな。まあ、立ってるだけで。えらい、立ってるだけ、かわいいだけでえらい。輝かされて、かわいいだけでえらい。仕事してんだけど。えらいよ、えらいよ。こっちの削られ方がちょっとまずいね。うわそういう部屋は聞いてみたいに見せました。マジですごい、自信歩きじゃん。マジかあ、フィリピンアンジェス2000人だ。あります。やばいじゃん。パワーヒッター。ミスンちゃん見せてみろ。